このビルなんなの？なんやさあ続いてはお坊さんとアイドルがぶらり散歩する門前マップ。今回は多度津町の道隆寺周辺をぶらりしています。さあ今日は一体どんな旅になるんでしょうか。はてさてどうなる。一つ目がクリアできまして、うん、なかなか大変な、はい、そうですね、難しかったです。難しかったですね、次はどこ行くんですか。コン、でそこからそんなに片言で行きますか。コンでしたっけ、はい、コンゴゼン、はい、ソーホンザン、はい、少林寺。あ、ソーホンザン行くんですね、はい、あれ、あ、何これ。昭和7年ロサンゼルスオリンピック 800m リレー、水泳、水泳ですね。自由形やもんね。ん、走る自由形聞いたことないもんな。え、ちょっと待って、これは遊佐さんが育英の地ってことは、うん、泳いどったん？え、川で？はあ、この辺らしいわ、うん、すごいね。あ、でもまあ海川が近かったから、まあ、今のようなこんな状態なしにもっともっときれいな水で、うんうんうん、初めて見たよ育英の地ってね、うん、これどうやったらこういうものを作ってもらえるの。ここにこうおじいさんとかがこうバー見ながら ここで泳いどったんじゃって長年言うとかんとこんなんできへんよね。国民的アイドル AKB48 の姉妹ユニット、大阪難波を拠点とする NMB48。 今注目のアイドルと倉敷市高蔵寺の天野幸雄住職の異色の二人旅。旅の目的はオリジナルの門前町のマップを作ること。実際に歩いて見て味わって自分たちの体験からおすすめの情報を詰め込むのだ。今回訪れたのは多度津町にある四国霊場88箇所第77番札所道隆寺周辺。江戸から明治にかけて讃岐の海運に大きな役割を果たし四国の鉄道発祥地として栄えた地域だ。はてさてどうなる門前マップ。あ、まだあるぞ。あ、ほんまや。おう、ね、これは私のところはこれはこれ私 の, あの師匠ですね。あ、そうなんですか、はい、この方が作った仏教の弟子になってるわけです、はい、空海24歳の時の処女作ってまあそりゃそうやけど老子四季ね、あの後に三号四季っていうものが、まあ、完成形やと言われとったんですよ、はい、五文書で、うん、でも実はこの老子四季っていうのはどっちかというと下書きとか、うんうん、前に書いとったもんですみたいに言われたけど読み返すと老子四季ものすごい深いものがいろんなことが書いてていろんなことが分かると言われて、うん、その中に何と自らがこの土地で、うん、生まれましたということを書いた抜粋をここに書いて、うん、このビル何なの何やろこのビル何なんこんなんこんすごいことですよ。これ普通の町の中の壁に空海処女作って書かれてて、すごい、いやこれもうこれもすごいわ、うん、もう空海の戸籍名は真央です、うん、から子供の頃は真央坊ちゃまはーいといった感じで元気で利発な子供だったでしょすごいなあれとあれなんであ、なんか開くの惜しいよな珍しいですよ中敷きだけを。門前マップ散策というぼんやり歩いてるでしょ。そう
そうですね。その割にはものすごいものを見つけたですよね。ね、さっきの火のような石碑。うん。うん、ね。ね。ちょっとまた火が照ってきたしね。そうですね。これは大吉のおかげです。大吉か。大吉だったら最初から不動産といてほしかったな。あ。え、カフェ、ギャラリーカフェ。いい心地やって。ねえ。入っていいかな。入った方がええやろな、ちょっと。じゃあちょっと聞いてきますね。聞いてきてね。そっちか。こっち？そっちじゃない普通。こっちじゃないですか。ここであるもん。こっち？はい。邪魔します。こんにちは。この笑顔、この笑顔。オッケーですよ。え、普通じゃん。オッケーですよ。あ、じゃあオッケーで。ありますよ。はいはいはい。あれ、ちょっと大人になった？お邪魔します。お邪魔します。あ、お邪魔します。いらっしゃいませ、どうぞ。すいません。お邪魔してよろしいですか？はい、どうぞいらっしゃいませ。わー、涼しい。古民家。今日暑いですね。ねえ、蒸し暑くて。築100年経ってます。100年。はい。でそこをちょっとリノベーションしてカフェにしております。おしゃれやな。はい。もともとはこれは商家か民家。そうです、商家で、ここは港町でして、はい、ここは陶器屋さんでした。はい。でお隣が織り箱屋さんとか言って結構ね、はい、盛んだったんです。船が行き来したりして、うん、いろんなものが。はい、豚屋さんとか卸しとかにぎやかだった、うん、そうです、はい、あ、それは見せてもらおう。はい、いろいろタルツの企業さんが出されてるはい、こちらの靴底の底っていうの、お、かわいい、めっちゃかわいい、中敷きなんですけども、あ、はい、靴ではなく靴底、そうなんです、こういった形で、かわいい、これめっちゃかわいい、はい、猫や、はい、こういったものでご自分のサイズに合わせて着られます。はい、あ、なんか開くの惜しいような、珍しいですよ、中敷きだけを、はい、これも特徴がありましてね、はい、抗菌とか消臭とかも滑り止めとかって、うん、そういう機能があってすごく重宝されてます。洗えますし、ね、何回も使えることで、はい、ちょっとね、靴がぐさぐさの時にね、さっき言って、あした衛生的にもいいし、言うもんね、脱いだ時のね、靴脱いだ時のおしゃれ感がね、すごい素敵ですよね、はい、いろんな種類がある、そうなんです、近くに、はあ、この町の近くにありますので、はあ、またぜひ行ってみたらいかがでしょうか。行こうか、うん、はい。ね、キーワードなくてもいろいろ行っていいよね。はい、はい、いいらしいよ。こんなお父さんこんなんしてたおしゃれやわ、ね、はい、すごく芝生や、そうなんですよ、芝生、まあ、どれお気に入り、それはね、卵で割った感じのがあります。おしゃれ、はい、こうなるとおしゃれだね。ね、で、これはおしピンでちょっと痛そうですけど、ちょっとこう話題になって面白いですよね。はい、はい、いろいろね、あ、はい、石。そうです、石があったり、はい、男性ゴルフの時にすごい芝のね、がなんか売れてますね。シャレも効いてるわけですか。そうです。へえ。まあ、せっかくやからすぐにね、うん、このこう行くよりちょっと座らせてもらいましょうよ。どうぞどうぞ、奥のところへ、はい、じゃあお邪魔します。うわー、おしゃれ。次回、はてさてどうなる、それはまた今度のお話。はい、やる気ないやろ。勉強になります。はい、ということで今回は多度津町の道隆寺周辺をぶらりしているんですが、いや、今回も面白いものいっぱいありましたね。はい、今回もね、いろいろと勉強になりましたけれども、石碑、はい、大きな石碑がありましたけども、小湯さんが今見ているのはこちら、遊佐選手、はい、昭和に金メダルを水泳競技で獲得した選手ということなんですよね。昭和初期でしたね、はい、昭和7年と書いてますよね、いやー、そんな方もいらっしゃるんですね、はい、うん、そしてこちらはですね、小湯さんの師匠、空海のこの石碑ですね、はい、非常に勉強にもなりますからね、はい、
そしてもう一つ気になるのが、この古民家を改修したねカフェですよ。素敵な空間でしたね。ギャラリーカフェいい心地、2ヶ月前にオープンしたということなんですけれども、はい、この雰囲気もね、非常にいいんですけれども、あの私気になったのが、はい、そこ靴底ね、はい、中敷き、そうです、中敷き、はい、あれほど可愛かったですよね。あのさりげないおしゃれが、うん、やっぱりこう女性の心をくすぐると言いますか、はい、ね、もうちょっともう何かあると靴を脱ぎたくなっちゃいますよね。確かに、はい、ちょっとこう見せたくなっちゃいますよね、うん、いろんな発見がありました、はい、明日もお楽しみに。以上、門前マップでした。